皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回もボンドボディからブラバスワイドスターの続きをお伝えします。もうだいぶ組み上がって、車はマットブラックになって、なんかウルスみたいな方、おいって、ですね、こちらなんと今制作シリーズ2つやってるんですけれども、それが完成する前にまた新たな制作シリーズじゃないんですけど、ちょっと激しめのカスタマイズが入稿しちゃいました。なんとこちらのウルス、まあ、マットブラックになってもう相当かっこいいんですけども、これから1016インダストリーズっていうアメリカのエアロパーツメーカーのエアロをいろいろつけちゃいます。ちょっとこれも単体ではちょっとご紹介しないんですけど、ブラバスワイドスターの動画と一緒にご紹介させていただきたいと思います、はい、とりあえず今回はワイドスターだいぶ進んでるみたいなんで、そっち先に見ていきたいと思います。ちょっとめちゃめちゃ寄り道していいですか。今たまたま通りがかったら GLE 入庫してて、今なんか作業でバンバン外してたんですけど、これカーボンなんですね。知らなかったです僕。 CFRP カーボンファイバーレインフォースドプラスチック、はい、ここがなんと、まあ、いわゆる今まで普通車だったらこうコアサポートだったところがなんかプレートになってカーボンっていう。そしてシャッターついてるんですね。なんかもうシャッターって言ったらもう BM のイメージだったんですけど、メルセデスもお前そんなのも知らないのかよって言われちゃうかもしれないですけど、知りませんでした、シャッターがついてるっていう。いやー、ボンドボディいろいろ新しい車の進化が見れて楽しいです。そして行きましょうか。こちら63だいぶ組み上がりました。すごい。そしてツートンめちゃめちゃかっこいい。もうバンパー、あとフェンダーだったりボンネットしっかり装着が終わっております。はい、で今作業の真っ最中みたいで、各エアロパーツを組んで多分この辺の配線をしているところだと思います。それちょっと別の動画で見てみてください。そしてもう大体組み上がったのかな。そうですね、フロントサイド、リア、フェンダー全部組み上がってるみたいです。あとはまあ細かいちょこちょこっとした作業が残ってる感じじゃないでしょうか。ここも剥がしって書いてあるんで、エンブレムも多分剥がされるんだと思います。であとは今日は皆さんにちょっと覚えて書いていただきたいことがあります。いいですか。とっても大切なことを言うんで皆さんよく覚えてください。ブラバスのカーボンパーツはやばい。ブラバスのカーボンパーツはやばい。大事なことなんで2回言いました。はい、というのもこんな感じで、まあ、普通にボーンって乗ってるこのカーボンパーツなんですけれども、今までこう動画では金額に関してはあんまりこう詳しくお伝えしてこなかったんですけども、結構金額いくらぐらいですかとか、見積もりお願いできますかとコメントいただくんですけれども、取り付けの見積もりに関しては各店舗までお願いします。そしてパーツの値段、こちらに関しては、まあ、マンスリーとかだとブランドの意向で、まあ、定価の表示してないんですけども、ブラバスに関してはホームページの方で金額出てますんで、ちょっと今回このパワードームの金額お伝えしたいと思います。なんとこちら約140万円、シャキンって入れといて140万円っていう。そうなんです、過去何度もいろいろこの辺のカーボンのパーツとか、今回こちらの車ついてませんけど、カーボンのパーツとか、ここもカーボンのパーツあります、ここもカーボンのパーツあります。そして当然このボンネットパワードーム定番です。であとルーフのカーボンのパーツとかあるんですけど、まあ、ちょっとお時間ある方ブラバスのホームページ見てみてください。とにかくブラバスのカーボンパーツ価格がバグってるんです。っていうのはとにかく金額がちょっと普通の外装パーツよりズバ抜けてる。もう感覚的に言うと大体倍ぐらいの多分価格になると思います。っていうのはブラバスのカーボンパーツも全てドライカーボン製なんで、まあ、非常にその生産コストがかかってるってことですね。なんでまあ品質ももちろん最高のものになってるんですけども、まあ、その分ちょっと金額も高くなってると。なんで皆さん街でこのパワードーム見かけたら、あれはやばいやつだっていうふうに思い出してください。そしてもう本当にいろんなパーツ出てますんで、僕のおすすめはここです。はい、ここもカーボンのダクトが出ております。で今回の車みたいに、まあ、同色だったりとかで仕上げるのもかっこいいんですけど、まあ、カーボン好きな方はここをカーボンにしたりすると、まあ、すごく目立つし、価格を知ってる方はうわやっべーってなります。でちなみにこのミラーカバー、はい、約40万円になります。これもシャキンって入れておいてください。はい、という感じでブラバスのカーボンパーツはやばいっていう、そういう話でした。そこで気になるのが多分このワイドスターの価格。え、カーボンフード140万円っていうことはワイドスターいくらするの。こちら発表します。 G63 用223万円。あれ、フードこれだけ140万円、安い。安くないですでも本当にカーボンの価格がちょっと飛び抜けてるんで、本当にこのワイドキットが安く感じちゃうぐらい、そのぐらいちょっとカーボンパーツっていうのはこう特別感があって、
ブラバスの中でもちょっと特別な存在っていう、そんな感じになっております。このワイドスターのキット63と350、550、あと400にもつくのかな、はい、キットによってちょっと価格違いますんで、そこだけご注意ください。あと僕が今この紹介している金額に関しては今日現在の価格なんで、輸入パーツなんで価格上下する場合がありますんで、そこら辺だけご注意くださいませ。そして、本当にいろんなパーツ出てますんで、ドアの取っ手だけとか、あとは内装のパーツだったりとかいろいろ出てますんで、ブラバスのパーツ何でもボンドグループにお任せください。あとはですね、皆様に僕ちょっとお詫びしなければいけないことがあります。今までブラバスワイドスター何台も作って、お伝えしてきたわけなんですけれども、ちょっとですね、今まで間違った情報を永遠繰り返しお伝えしてきてしまいました。というようなですね、こちらワイドボディになるこのフェンダー、今まで6センチアップ6センチアップっていうふうにお伝えしてきたんですけれども、大変申し訳ないことにこちらの情報間違っておりました。つい先日大阪店の浅井店長から連絡があって、そんなにアップしてるかと。いやいやいや、僕測りましたよ。いやいやいや、それ測ってるとおかしくねえかっていうのはですね、改めて見たら、なんとこのフェンダーついて、交換になるんですけど、純正のフェンダーとこのブラバスのワイドスターのこのフェンダースタート地点がちょっと違うんですね。で、純正だとちょっとここが盛り上がってその先にフェンダーがついてるっていう。で、ブラバスのこのワイドスターだとそこにかぶさるようにフェンダーがつくんですね。なんで正確に言うとここの形状も変わるし、この隙間だったりも変わってるという。なんでこのツートンにした時のくっきりはっきり具合も違うし、このフェンダー自体の大きさも、もちろんこっちにも大きくなってるんですけど大きく見えるという。そしてここのちょっとした隙間分、ワイドでお伝えしてた寸法がちょっと違ったと、はい、というわけで今回はこちらのフェンダー改めて測ってみたいと思います。こちらはもうそのまま測ってあるんで、前回お伝えした通り10、同じです、14センチぐらい、多分前の方が出てるんで、前だと15.5 センチぐらいいってると思います。そんないってないか、14センチぐらい、こんな感じです。そしたらこちら純正のフェンダー装着車両 AMG ラインかな、ボコって出てるんで、はい、こちらでちょっと測ってみたいと思います。先ほどちょっと見ていただいた通り、まずここのスタート地点が、はい、ボコって出てるっていう。だこのツートンにした時のイメージもだいぶ違うんですよね、こんな感じで。そしてもう一個違うのは、そのブラバスのオーバーフェンダーと違って角度が全然違うと。ブラバスのオーバーフェンダーだとこんな感じでこうすごく斜めになるんですけど、純正だともう水平に近いぐらいこうフェンダーがこうなってる。そして実際測ってみると11ぐらいですかね。で、片側3センチ、左右で6センチ。ちなみに AMG の AMG ラインで、はい、というのが正しい情報でございました。本当に今まで適当なことばっかり抜かして申し訳ございませんでした。ということで実際はこんな感じの数字になっております。で、あともう一個言われるのが、そのワイドになって車検どうするんですかってお話なんですけど、基本的にはそのワイドになった幅で登録すれば車検も基本的には問題ありません。で、構造変更って一般的には言われるんですけど、実際はその構造変更みたいなすごく複雑なものじゃなくて、その幅の測り直しっていう感じになります。で、基本的にその幅の測り直しだと車検もう一回取り直しになるんで、車検継続の時に測り直せばそのままできますんで、車検のタイミングで幅の変更の申請するのがいいんじゃないかなと思います。というわけでフェンダーのこの部分に関する情報ですね、間違ってお届けしてしまったんで訂正させていただきました。はい、続いて紹介するのがこちらです。こちらが一番最初に紹介したウルスのエアロパーツ、 T16 インダストリーズのエアロパーツになります。パーツ構成的には今回フロントリップと、あとリアのそのバンパーの下側ですね、あとこれも多分フロントリップの一部じゃないでしょうか。そしてボンネットは塗装ブースで現在塗装中でございます。で、一応カーボン全部この高自動カーボン、目のないやつですよ、になってます。で、T16 インダストリーズも非常にそのカーボンの質が良くてですね、こう芸術的な
デザインのエアロパーツが多くてですね、まあ、スーパーカー、まあ、ウルスだけじゃなくて、まあフェラーリだったりとかランボルギーニの他の車種だったりとか、あとは結構僕好きなのはマクラーレンのシリーズなんかもものすごくもう複雑なえらい造形のエアロパーツなんかを数多く作ってます。まあ、本当にいろんな車種ありますんで、まあ、ぜひぜひその辺興味ある方は覗いてみてください。そして今塗装ブースではなんと大物ボンネットのクリア塗装も行われてるみたいです。ペインターの田中さんが今他のパーツと一緒にペイント中でございます。一番奥のあのどでかいのがウルスのカーボンフードですね。ダクトがついてえらい造形になってるという、こんなのも仕上がる予定です。まあ、完成したらこれもご紹介させていただきたいと思います。ちょっと待って、スポンサーなどこがスポンサーになってるの？ピレリ、ビルシュタイン、コンチネンタル、モチュール、横浜、あとか、あ、だからあれなの、横浜の入ってるの多くない？あ、言われてみればそうです。入ってる機会多いよね。あとコンチネンタルはコンチネンタルグループだから出る。こんな説明書がすごいな。いやでも本当に僕らこうやっていろいろなメーカーの製品触らせてもらいますけど、やっぱりこの梱包とか説明書がちゃんとしてるメーカーの製品はもう製品もやっぱりちゃんとしてる。本当にそれは思う。その中でもそしてブラバスはやっぱりズバ抜けてる。こんな説明書作ってくるメーカーないよね。でも写真だと信じる。すごい、とてつもないクオリティです。そして僕今気がつきました。ヘッドライトとウインカーがもうすでに交換されて黒くなってると。ここもだいぶ効きますね、やっぱりツートンにした。でこれあの当然ポン付けというかもうそっくりそのまま取り替えるだけでできちゃうみたいです。はい、もうクラスさん何台やったか数え切れないぐらい交換してるんじゃないでしょうか。そのぐらい人気パーツなんで、まあ、お気軽に、まあ、ヘッドライトだけでもお問い合わせください。はい、というわけで今回もワイドスターの続きをお伝えしました。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。